どうも、ルジクニでございます。さて、今回は新しいさ EX ダンジョンに来て、こういろいろアイテム手に入れてるのも増えてて、アイテムの整理をしていたんですけれども、ここら辺の能力上昇系のアイテム、前も少しね一回整理したんですけど、またいろいろとね増えておりますので、もう全部使おうと、もう全部使っちゃおうと、このミャンミャン芋とか使えますということで、使う対象はもちろんポッコちゃんでございます。はい、今このステータスがこう全ドーピングアイテムをポッコちゃんに注ぐことによってどこまで上がるのかというところでございますな。ということで早速使ってまいります。さて、注ぎ込みました。めっちゃ強くなったのでは、めっちゃ強くなったのでは、ポッコちゃん。惜しむべきはこれだけのポテンシャルを生かしきれるスキルがポッコちゃんにはないことだが、今後増えることを期待してポッコちゃんをめでていこうかなと思っております。ということで、はい、早速いきましょうか。ポッコちゃんも強くなったし、まあなんとかなるじゃろ。で、あとやらなきゃいけないのが、何だったかな。とりあえず、キャンプ入って、キャンプ入って、今回あれだな、レナのイベントをこなしていきたい感じかな。レナのイベントって、受けているクエスト、ヒヨコを倒せだから、そう、女風呂に行けばいいと。はい、わかりました。お、早速イベント。また本棚か。右側に筋骨隆々の男たちチーム、左側には魔法使いの軍団が座っている。どうやら書物も読み漁っているようだが、お互いがチームを意識し合っていることは部屋の空気からビリビリと伝わってくる。友好を深めるにしてもどちらか一方としかできないだろう。筋肉チーム、インテリチーム。筋肉チーム。よし、ここは筋肉チームに話しかけてみましょう。とはいえ、うちのパーティーに筋肉の話で盛り上がれる人なんかいたかしら。マッスルがいなきゃダメか。あー、なるほど。筋肉が硬くて話題がツボまで届かないのだ。そういうことなのか。パーティー相性とかあるんだな。なるほど。マッスルとかがいたらよかったのかな。じゃあ今のはインテリチームだったらワンチャンいけてたって。ポッコちゃんルクレより早いの？ちょ？敏捷性そんなに上がってた？ポッコちゃんの敏捷性は2158。ルクレは？おい、ほぼどっこいだな、おい。ルフレとほぼどっこいだぞ、敏捷性。早い。素早いな、ポッコちゃん。うちのポッコちゃんめっちゃ早いな、これ。これでいいんです。これがいいんです。この調子でね、ポッコちゃん最強にしていきたいなと思っとる次第ではございますが。こういうところの、なんだ、これのシャチホコが美味しいらしいけどね。あ、そうそう、今回からメニャンニャ連れてきております、私。また CB 手に入れたな。もうちょいレベル上がってからだな、やるにしても。あのボスを勝たすにしても。そうそう、なんで今回メニアニアを連れてきているかっていうと、まあ今まではさ、あのなんだ、お金を稼ぐためにあのー盗みとかでお金を貯めようかなと思ってたんだけど、ボス戦がさ、予想以上にきついから、まあ、ボス戦のことを考えたらやっぱり、マリオンとメニャーニャでシナジー出していかないと、結構きついなと思い、今回メニャーニャを起用しております。さて、いいね。第一技だって、ポッコちゃんいいよ。ポッコちゃん2位の来たよ、今これ。ポッコちゃん、これ。威力が高い。ポッコちゃん、いいね。で、これはこんなの手に入れてるから覚えさせたろ。どんどん覚えさせたろうか、これ。とりあえず次のフロアに。今回はフロアも進みつつ、ボスも倒していくっていう。そんな形でやりたいなと思っちょるんだが。
痛い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 。よし、超電磁ビット助かる。やっぱ超電磁ビット強いよな。かなりシナジー発揮できる。てか今こっちにいるの女湯な、女湯じゃないか、女湯じゃないかと思っとるんだが。違うのかしら。いないね。女湯だと思ったんだが。ただの湯か。だから、よーし。なんか今弓を手に入れてたが。順当にレベルも上がって。あ、こっち男湯なのか。なるほど。じゃあ女湯の方行こう。こっちにいるか、イベント。あまりの暑さに扇風機の方に近づいていくと、そこは人だかりができていた。あまたりに魔物回らず和気あいあいとしている。友好を深めるチャンス。強そうな侍。日焼けしたハンターで。日焼けしたお下げ髪のアサシンにと思っていると向こうから話しかけてきた。なんだこのコミュ力、日焼けしていることも含めて明らかに暗殺に向いていない。しかも初中見舞いと言ってた食べ物の詰め合わせをくれた。仕事の依頼があればぜひうちまでお願いしますとペコペコしながら去っていったが、まだ名前を聞いていないぞこのおっちょこちょい名。またこれ能力上昇系、能力上昇系モロタがさっき使ったのにもうどんどん手に入ってんだよな。これ能力上昇系がこの敵の強さからして能力上昇系やっぱりある程度使う前提の難易度にはなってそうな気はする。だって防御に HP10 のがめちゃくちゃ手に入るんだよねさっきから。あまりにポッコちゃんに詰め込みすぎるよね。もう次はルフレあたりに詰め込んでもいいかな。ポッコちゃんはもう十分強くなっただろうし。いたあいつだなこれ。さーてやってやろうじゃねえかおめえ。ひよこ戦艦が出現。全速前進、海哀れなものじゃー。わ、でっかいでち、こんな巨大なお風呂、ひよこは、初めてでし、触らせて触らせて。何するでちか、誰がガキに触らせるか、手がかがついたらかなわん。それより知ってっぞ、お前ら最近うちのひよこをいじめてるだろう。いや、それはあなたたちが先に。聞く耳持たないみたいですね。実際ひよこだしな、とりあえず懲らしめておくか。雷シナジー相当あるんじゃないかと思っとるんだが、どうじゃろうか。オライケン。とりあえず TP をため、サンダー、ゴーライケン。これとかどうなの、効きそうだが。あー、やっぱり雷効くね。いいダメージ、いいダメージすぎる。とはいえあれだな、チャクラこれやってみたいな。どんぐらいの火力出るのかわからんが。人造ヒーロー、マリオにかけて君雷。とはいえあれだな、 TP 回収したい。あ、結構強いなルフレ。弱点つくのとほぼニアリーぐらいの火力出してる。お、なんだ、マリオンスタンしてない、マリオンスタンしてない。ひょっとするとこいつらは音楽を号令代わりに使ってるのかもしれない。防御は固めた方が良さそうですよ。ちょっとマリオンさん、ジュリア隊長に変えて、いや、デイビッチでいいか。で、メニャーニャも入れ替えて、テルチンあたりに入れ替えて、防御。ホッコちゃんカーバングルガード打ちたかったが、一旦防御で。混乱。効かねえ。効かねえぜ、それ。スタンなってんの、ちょっとめんどくさいが。ポッコちゃんダブルアクションして。心臓ヒーローでポッコちゃんの火力も上げて、防御上げる。強い。よし。雷弱体化入って、ダブルアクションでマリオンも上げていく。これ、ゴーライケン、うん。ボルト落としとか。雷が今効きやすくなってるから、これが一番効くか？これ2連打が一番効くかい？これ。いいダメージ。
やばやばダメージ。やはりこのシナジーは素晴らしい。打っていこう。どうしよっかな。マリオンストライク2連打していくのは一番強そう。ストロボー。エレメントブーストマリオにかけて。ポッコちゃんの MP がもうないぞー、これ。雷出していく。クリティカル出せい。よし、超電磁ビット。こいつら巻き砲を耐えたっぴー。次の恒例だ。新しい号令。警戒しすぎても自利品。しっかり引き分けてチャンス。ってことはこのターンは攻めてもいいのではないだろうか。このターンは攻めてもいいのではないだろうか。どうしよっかな。心臓ヒーロールフレにも投げるか。で、ガードして。ナイスクリティカル!なぜだ?俺たちの動きが読まれてるみたいじゃないか。暗号通信が防止されてるのでは、ここ暗号複雑化するっぴー。そうだな、次の号令からはさらに2種類を増やすぞ。2つ増えるそうで、ほんと言わなきゃいいのにな。急いでみんなで直せ!火ダメ2倍。号令中。さーて、とはいえ、ここが攻め時。サンダー、ああ、MP がもうないなぁ。MP がもうないぞぉ。宇宙ジャム。神様ランチ。神様ランチ。どっせい、ナイス!えぐい火力しておりますが、超電磁ビット。いや、このターン超電磁ビット。このターン、いや、ちょいっと良さげな TP を消費していきたいが、ハイドロブレイク。お、どうだ。ここまで追い込まれては仕方ない。防御を捨てて突撃するぞー。さて、雷、対カウンター即死。これが増えて大変だけど頑張って聞き分けような。もうもはや号令とか聞き分けなくてもゴリ寄せるのでは。雷撃っていく。マリオンストライク撃っていく。速度補正プラス500で間に合うかどうか。間に合わない。間に合わない。あ、間に合った。マリオンには間に合った。決めてくれー。あー、クリティカル出ない。やべえ。が、もう押せるだろ、これ。もう、ここは、攻めに行く。倒れろー。よーし。ふぅ。なんとかなったぜ。ハマキホー。ふぅ。バシャバシャー。なかなかの耐久力だったが、あれだけボコボコにされたらさすがに沈むね。武器をなくして普通のアヒルに戻って反省してくれればいいんだけど。積み荷が浮かんでる。宝箱。やった。ヘルチンも気がつきました?プリシラーさんとレナさんがさっきからいないんですよ。あれ?なんだ?ごそ、こそこそごそごそ。
何をしてるんですか。まあ綺麗な宝石箱、これが目当ての品ですか。随分うまくやりましたね。何のことですか。それよりここは危ないですよ。もう船に水がだいぶ。だったら取引をしましょうか。あなたは私たちをうまくけしかけて戦艦の秘宝を独り占めをしようとしてましたね。戦闘中ずっと静かだと思っていたら船の構造を見極めていたわけだ。そんなことできるわけないでしょ。これはたまたま偶然。いいんですよ。あなたが戦艦について何を知っていたとか今となってはどうでもいい。それより取引です。7、3でどうです。私が7。もちろんプリシラさんが7す。そんなに怖がらなくても大丈夫ですよ。その宝石箱すべて差し上げます。これまで格安で働いてくれたあなたへの努力賞といったところでしょうか。それより一つはっきりさせてください。私たちの友情は本物ですよね。どういう？私たちの友情は本物で、これまであなたの目的のためにただ利用されていただけではありませんよね。もちろんですよ。秘密結社の皆さんとはガチで。だったらこの後急にキャンプから消えたり、雇用費用が上がったりはしないわけだ。取引というのはつまりそういうことです。これからも秘密結社のために同じ値段で働けと。別に嫌なら嫌でいいですよ。私たちは傷ついちゃうなって話で。わかりました。とにかく水が迫ってますから、この辺で。これからもよろしくお願いしますね、レナーさん。とんでもねー。やーった。よーし、解除レベル2だからいけてるな。だいぶオーバーロード、なんかレアっぽい装備は手に入れたが。オーバーロード、全能力プラス8。ただし氷耐性がなくなるのか。投擲プラスついてるしな。今ポッコちゃんあたりのドラゴンバレッタの目と比べたらどうだ。ガッチガチやぞ。氷耐性ないのがなんぼのもんじゃい。ここで鎧で氷耐性を取ればいいのでは。どうなんだ。 HP 自動再生プラス 10% とかパないがこれ。鎧でちょうど、ちょうどいいのがあるね。いいのがあるけど、いかんせん攻撃力下がるな。氷耐性がなんぼのもんじゃい。武器もなんか手に入れてたが。はまき砲。はー、めっちゃ攻撃力、はちゃめちゃに重い。でも重すぎてほとんど動けない。って言ってる。ルフレあたりにこれ上がるのは、さすがに攻撃力は上がるが、敏捷性はだいぶ下がっちゃうのか。敏捷性が、ここまで下がるのは、さすがに微妙か。投擲炎攻撃か。炎ないからあんまりシナジーない気するな。悩ましか。もう MP がないんですけども。というわけで、ボスも倒したし、今回は階層をね、どんどん潜っていくことを目的として進んでいこうかなと思っておりますよ、これ。思っておりますよ。温泉地支援ランク4、頑張る君たちにアウトロー軍団から支援が届いた。ギフトを1つ置いていった。パフュームギフト。こんなこともあるんだね。なるほど。以前に見た魔法使いの格好をした美女が手当たり次第本を読み漁っている。守ってあげよう。またこれ仲良くなれる、どんどん仲良くなれるのかな、このこと。みじった顔で安心したのかにっこりと微笑む。よかったらこの本なんていかっこかしら。大体持ってた感じ。またコボルドギャングか。もうコボルトギャング程度では相手にならんのよ。倒したら倒したら、これ。意外とミス出んだな。オレンジボルト。ふぅ。さーて。ありがたし。流行度がどんどん上がっていきますなぁ。これでまたレベルが上がるかな。お、またイベントがある。さて。お、またか。騒がず一緒に隠れよう。またユニコブライアン。いや、もう倒しに行こう。倒しに行くぜ。倒した方が旨味が。でも、一回倒してるから次はあれかな。次は、こう、
やらない、じっと待ってみるっていうのも試してみるのもいいかもしらん。まあそんなに強くないから、スタンが効くのが強い。スタンが効くのが楽勝感すごいよな。よーし、なかなかいろいろ手に入りましたな。またイベントだ。あ、スープ、あなたか。あ、いただきます、いただきます。あー、まずかった。なんだか強くなったような気がするな。経験値がもらえるだけか。ふーむ。お、なんかついちゃった、ついちゃったが、ここでセーブをするとブーツの魔法陣が使えなくなります。え、え、いや、まあまだ今回は一旦、今回一回頑張、いろいろ頑張りポイントあるから一回帰って報酬をもらいたい。よーし、なるほど。ここの階層クリアでまたあれなのかな。9、まあ最下層まで行ってもたった9なのか。なるほど。ベイビーサポーターでレベル上がるんじゃないかなと思うんだけど、どうじゃろう。お、やってやった。レアハンター、アイテムドロップ率が常に上昇する。ミザリーが公営にいるとき、毎ターン終了時公営の MP を回復。公営か、なるほど。とりあえずじゃあ会議をやって今回はしまいにしようかな。報告会議はちょっと一旦こっち、秘密結社会議で。なんかいいもん作ってくれないか、なんかいいもん作ってくれないかと思っとるんだが、いかがじゃろうか。お願いしやーす。さて、秘密のスカウト靴、エルブンシューズ。料理長も一回そろそろ別のにしてもいいかもしらんけどな。スリップルアロー、提案はないかな。あ、なさそうだね。残念。ちゅうことで今回はこの辺にしておきましょうか。いやー、次はあれだな、あの階層を抜けてというところまでなんとか行きたいですね。ということで、また次回次のパートでお会いしましょう。またねー。